アジトのクルーザーと共に爆炎の中へ消えたアルセーヌたち。あれだけの爆発、無事だったとはとても思えない。つまり怪盗帝国の消滅によって僕たちの戦いは結末を迎えた。そういうことなのだろう。ここ数日の何事もない穏やかな日々がそれを証明している。そして今日は事件解決のご褒美という名目でミルキーのみんなとここで楽しむことになっているんだけど、早く来すぎたかな。先生、シャーロック。すいません、お待たせしちゃって。大丈夫だよ、僕も今来たばかりだから。こんな日に遅刻しちゃうなんて。昨日のうちに準備もしたし、忘れないように部屋中メモも貼って。なのに私そんなに気に病まなくても。ほら、天気もいいし、今日は目いっぱい楽しんでほしいんだ。ダメです。え？先生も楽しんでください。先生あってのミルキーホームズです。一緒に楽しまなくちゃ意味ありません。そう、なんだかすごい気合だね。はい、気合入りまくりです。あれ、ところでみんなは？え、まだ来てないんですか？私より先に来てると思ったんですけど。ん？ネロからだ。もしもし？あ、小林？今どこにいるんだい？僕とシャーロックはもう。ごめん、ちょっと行けなくなっちゃったんだよね。え？行けないってどういう？急用だよ、急用。急に外せない用事ができちゃってさ。あ、ちなみにエリーとコーデリアもだから。はあ？じゃあそんなわけで。待ってくれ、3人とも突然休養なんて一体何の。とにかく休養は休養なんだって。じゃあねー。あ、切れた。どういうことだよ、3人とも休養だなんて。あの、ネロどうかしたんですか？それが今日は来られないって。え？しかもエルキュールとコーデリアも。休養って言ってたけど、君は何か聞いてないのかい？聞いてないです、何も。そうか。みんな、どうして、今日はみんなと、先生と、一緒に遊べるって、そんなの、初めてだったのに、なのに、シャーロック。残念だけど、今日はみんなの都合が悪いみたいだから、また別の日に。別の日っていつですか？え？明日ですか？明後日ですか？それともその次の日？それは。私、素敵な思い出が欲しいんです。絶対に忘れないような、みんなと、先生と一緒にみんなと遊べるんだって、楽しみにしていたのに、なのに。あ、ごめんなさい。私、先生を困らせるようなことを、そうですよね。また、みんなの都合のいい日にすれば。僕と二人。え？ダメかな？僕と二人だけじゃ。みんなとはまた別の日に来るとして、今日は、僕と二人で。どうかな？あ、いや、僕と二人だけじゃ、きっと楽しくないと思うし、無理にってわけじゃないけど。私と二人だけでなんて。もちろん君が良ければだけど。もちろんいいに決まってます。でも本当に本当に私なんかのためにそんな。なんかじゃない。え？僕は約束した、今日一日君たちと楽しむって。君たちにはもちろんシャーロックも含まれるわけで、だからこのまま君を返したくないんだ。言ってしまった。正直あまり自信はないんだけど。でも私やっぱり今日は遠慮して。行こう、シャーロック。まずは何をする？君の一番行きたいアトラクションから。先生、そんなに引っ張られると痛いかも。
ごめん。わー、楽しかったです。くるって回ったらみんな逆さまに見えて、なんだか別世界に行っちゃったみたいで。先生はどうでした？楽しかったよ、もちろん。ですよね。次は何にしようかな。まさか絶叫回転系5連発とは。正直きつかった。あれにしましょう。スペースローリングサタ。ぐるぐる回っててとっても楽しそう。いや待って、早く。面白いですよね、いろいろな乗り物があって。どんどん行きましょう。次はあれ。メリーゴーランド。あ、子供っぽいの嫌ですか？いや、そういうことじゃなくて、また回るんだなと。先生、どうしたんですか？しっかりしてください、先生。ダメだ、気が遠くなって。ごめん。そんな、私こそごめんなさい。いや、君は何も悪くない。悪いのは僕だ。正直に言えばよかったんだよな、絶叫系は苦手だって。私もはしゃぎすぎました。先生のことを考えずに自分のことしか頭になくて、本当にごめんなさい。ダメだな。え？僕は相変わらずダメだ。本音を言うことができない。それを隠す必要のない相手にまで。そういうのは良くないって分かってるんだけど、僕はダメだ。そんなことありません。先生は素敵です。初めて会った時のこと覚えてますか？会った時のこと？はい、私のトイズを見て先生が言ってくれた言葉、かけがえのない私の才能、私だけが起こせる奇跡だって。覚えてます？はあ、もちろん。すごく嬉しかったんですよ。うん、まさか泣くとは思わなかったな。あれ、そうでしたっけ？おいおい、君こそちゃんと覚えてるのかい？ミルキーのみんなと過ごした時間、特に先生が来てからはとっても素敵なことばかり。私絶対に忘れません。今日のデートのことだって。シャーロック、遊園地って不思議ですね。なんだかいつもと違う感じになれます。いつもなら言えないことも言えちゃうみたい。ああ、そうだね。先生。なんだい？先生のトイズはどんなタイプだったんですか？え？あ、ごめんなさい、調子に乗っちゃった。忘れてください、今言ったこと。いいよ。え？今なら話せる気がする。僕の過去、僕が持っていたトイスは。なんだ今の光。先生、あれ、火事、爆発。あれは横浜火力発電所なんじゃ。観覧車が止まった。停電？やっぱり発電所が。何この音。先生、どうしましょう。先生。開幕。え？開幕を告げる鐘の音。開幕って一体何が。忘れない、この音。忘れられるはずもない。でもまさか、そんな。どうしたんですか、先生。
赤な。多くの紳士淑女には初のご挨拶となる。まずは自己紹介をさせていただこう。我が名は L、 怪盗 L。 L？ さあ、華麗なる舞台の始まりだ。史上最大、空前絶後のショー。ただいまより6時間後、この街は消える。え？怪盗に不可能はない。怪盗は神に等しき奇跡の体現者。私の起こす奇跡を諸君たちの目と耳とそして魂で余すところなく堪能してくれたまえ。先生、怪盗Lって5年前に先生が。嘘だ、そんなことありえない。怪盗Lは、怪盗Lはあの時確かに。あっ、私の PDA、 この音は直接通信の。とにかく出て。あ、はい。シャロー、ネロ、今からエリーが動かすからね。一応気をつけて。え、動かすってエリーさん？動いてる。エリーさんが回してるの？そうだよ。ゴンドラのナンバーは？え？ゴンドラのナンバー？どこかに書いてあるでしょ。ナンバーに乗ってるの？59番。59番だよ。わかった。あ、ちょっとネロ、ネロ。先生、私何がなんだか。落ち着くんだ、シャーロック。はい。お前こそ落ち着け、小林オペラ。さっきの放送、本当なのか。本当にあの怪盗Lなのか。6時間後に街は消えると言っていた。もしLの偽物だったとしても、その意味は。先生、私ものすごく良くないことが起きるような、そんな気がします。大丈夫、大丈夫だよ。シャロ、大丈夫？あ、はい。小林は？問題ない。ねえネロ、一体何が起きたの？どうしてみんながここにいるの？え？それは、尾行してたから。尾行？今はそんなことどうでもいいでしょ？うん、かなりの非常事態だと思う。そうよ、そう。電話だって通じないんだから。電話が、電波が入っていないの。停電、そして通信の遮断。いけない、このままだと街全体が。ねえ小林。え？さっきのやつ、あれって本物の怪盗Lなの？ちょっとネロ、不謹慎でしょ。教官は怪盗Lのせいでドイツに。だって仕方ないじゃない。この事態を引き起こした人物が怪盗Lを名乗ってる。今わかってるのはそれだけで、Lに詳しいのは小林だけなんだから。それはそうだけど。わからない、正直僕にもわからないんだ。あれが本物の怪盗Lなのか。でもあの音、放送前に鳴ったあの鐘の音は、怪盗Lが犯行直前に必ず鳴らしていたものと同じだった。とにかく学院に行ってみませんか？学院に？会長ならアンディエットさんがいれば何かわかるかも。そうだね、あの学院なら非常用電源くらいあるだろうし、 IDO 直轄の施設だから衛星回線があるはず。学院に行ってみよう。はい。生徒会長室に明かりがついてる。本当？きっと会長がいるんです。行こう。アンリエットさん、いない？ならなんで明かりがついてるんだろう。うん、
変。誰が非常用電源を入れたのかしら。私です。タチさん。どうも皆様。タチさん、アンリエットさんは衛星回線を使いたいんです。お嬢様は今日本にいらっしゃいません。え？怪盗帝国の一件を IDO 本部に報告するためイギリスへ渡航中でございます。ああ、それで最近見かけなかったんだ。ええ。ならなおさらです。イギリスにいるアンリエットさんに衛星回線で連絡させてください。今横浜で何が起きているのか IDO の情報網ならつかめるはず。彼女が本部にいるなら話が早い。それが無理なのです。どうして？私もこの事態をお嬢様に報告しようと IDO に連絡を試みました。ところが衛星回線さえもつながりません。なんですって？また爆発？なんか近くなかった？新校舎のテラスへ行ってみよう。これは大変。街のあちこちから火が。火事？事故かも。その両方さ。電力っていうのは現代においてそれだけ重要なものなんだ。信号、電車、夜には街灯、つまり交通手段の制御、そして生活家電、電話、水道にわずかに残っているガス管、つまり各家庭へのライフライン制御にも電力が必要だろ。変だよ。僕は何度もトイズで電子機器にハッキングをしてる。そしてその度に感じているんだ、電力ネットワークの複雑さをね。この国には隅々まで網の目状に送電ケーブルが行き届いているはず。だから横浜火力発電所が破壊されただけでこの街全体が停電するなんておかしい。他の発電所から電力が補われるはずじゃないの？その通りだ。なら、どうして今横浜は停電に？それはおそらく、この事態が用意周到に準備されたものだから。え？横浜火力発電所がストップした時、この街が停電に陥るように、あらかじめ主要変電所、そして開閉所に細工がされていたに違いない。そんな、それじゃさっきの怪盗Lが言ってた。この街が消えるっていうのは、このこと。ありえる。電力が一斉に使えなくなれば、こうして混乱が生じるんだ。だけど、僕らが今見ているものは、その始まりに過ぎない。このまま回復しなければ、被害は拡大し、やがてパニックが起こる。え？だけどおかしい。あの放送では、街が消えるのは6時間ごと限定していた。これからパニックが起こるとしても、それは段階的なものだ。それに、街が消えるほどまでに、エスカレートするとも思えない。何かが、別の何かがまだ。あ、え？お花さんが、お花さんが光っています。フォーチュンリーフが？街の明かりが、電気が戻りました。フォーチュンリーフは、次世代発電の研究プラント。それを転用したんだ。おいおい、大胆なことをするな。まだまだ試験段階だったはずなのに、極秘研究されていた例の鉱物の解析は終わったのか？あ、着信？電波も復活したんだね。過密からだ。もしもし。小林か？ああ。すぐに水穂ふ頭まで来い。水穂ふ頭？なぜ？説明は後。いや、お前ならここに来るまでに察しがつくだろう。どういう意味だ？とにかく時間がない。すぐに来るんだ。待っているぞ。カミツ先生。カミツさんはなんて？水穂ふ頭にすぐ来いと言われた。古い風車のあるあそこ。横浜で水穂ふ頭と言ったらそこしかないわ。そんなところに、どうして今？とにかく行こう。みんな車に乗って。はい。やっと来たわね、心ちゃん。心ちゃんって言うな。あれ、皆さんお揃いで。いや、ジース、こんばんは。カミツ、どうだ、俺がお前をここに呼んだ理由、見当がついたんじゃないのか？ああ、ある程度はね。え、そうなんですか？
だけど、まだ確信には至っていない。ピースが足りないんだ。それは俺も同じだ。なら、まずはお前の情報を聞かせてくれないか、過密。いいだろう。数日前の大型クルーザーの爆発。あれ以降、怪盗帝国の犯行はピタリと収まった。やけにあっさりしすぎていると感じた俺は、一連の事件を再捜査したんだ。G4 を使ってな。そして、ある共通項を見出した。共通項だって。心。了解。怪盗ラットによる黄金鏡強奪未遂事件だけど、爆破されたビルの隣、つまり科捜研ね。あそこからデータが盗み出された痕跡を見つけたのよ。そしてそれが次世代発電に関するエネルギー源の情報だったの。サク。おーい。怪盗ストーンリバーによる妖刀強奪未遂事件なんだけどさ、あの洋館で旧陸軍が行っていたのは人を発狂させるガスの開発だけじゃなくて、兵器になるような新エネルギー源のこともかなーり詳しく研究していたんだよね。平野。はい、怪盗20によるアダムの涙強奪未遂事件ですけど、あの宝石は美観が損なわれるという理由から詳細な鑑定が行われたことがありません。でもそれは少し違っていたんです。あれは重金属の一種で安定はしていますけど、ものすごい高エネルギー鉱物でした。つまり鑑定をしなかったのではなくて、危険なのでやらなかったというわけなんです。次行こう。はよ。怪盗アルセーヌによる司法連続強奪事件だからさ、あんたらが3つのお宝を奪還した後、怪盗帝国のアジトだったあの船ノーバパンドラはドカーンって綺麗に消しとんじゃったよな。でもいくらなんでも変なんだよ。よっぽどの高性能爆薬をうまいこと配置しなければああはならない。つまり何か特別なエネルギーが使われた可能性があんのさ。どうだ、お前の求めるピースだったか。今の G4 の話には一つのキーワードが必ず含まれていただろう。エネルギー。そう、怪盗帝国の一連の事件の裏には真の目的とも言えるものがあったんだ。あるエネルギーに関する情報。それはフォルトニウム。え、フォルトニウム、聞いたことありません。トップシークレットだ。ネロ、知ってるの？少しね。政府のメインフレームを覗いた時見つけたんだ。ものすごい高エネルギー鉱物なのに廃棄物を出さないクリーンな金属。政府のメインフレームを覗いた。いけね。まあいい、聞かなかったことにしておこう。だが今まさにそのフォルトニウムが使われているこのミズホフ島から伸びる防波堤の先でな。フォーチュンリーフ。そういうことだ。さあ次はお前の番だ、小林。今度は俺がピースをもらおう。わかったなあ、過密。お前はノーバパンドラの爆発自体がおかしいとは思わないか。あのクルーザーの爆発がか。怪盗帝国が拠点であるあの船を自ら破壊するだろうか。なるほど。つまりあの爆発はアルセーヌが起こしたものじゃない。どういうことだ。今お前からもらったピースがピタリとはまるじゃないか。フォルトニウムの情報を手に入れ用済みになったでした。怪盗帝国を消した者がいる。それが真のボスであり、今横浜を混乱に陥れている張本人、怪盗Lを名乗っているものだ。そうか、怪盗帝国の登場。あの時点から疑問は感じていた。アルセーヌという無名の怪盗、それが腕利きの怪盗たちを従え組織を作ることができたのはバックに黒幕がいたからか。証拠も何もない、ただの勘みたいなものだけど、そう考えれば辻褄が合う。さすがだな。でもまだ釈然としない。なぜ。ここまでの話でほぼ結論は出たじゃないか。怪盗Lを名乗る者はおそらく手にしたフォルトニウムの情報を使い予告時間にフォーチュンリーフを止める気だ。そして横浜への電力供給を完全に遮断、今市外で起こっている混乱を促しパニックへ発展させるつもりなのだろう。いや違う、何か足りない。パニックイコール街が消えるとはとても思えないんだ。街が消える、一体何が。え、小林。なんだ。実はな、まだ言っていないこと、ピースはもう一つある。
もう一つ？お前たちがアルセーヌから奪還した三つの司法、このうち。アダムの涙だけが偽物だったんだ。なんだって？さっき平野が言った通り、あれは高エネルギー鉱物、つまりフォルトニウムである可能性が高い。しかもかなり高純度の。そしてノーバパンドラの爆発、心が発見した爆弾は妙な構造をしていたらしい。電磁レールの両端に何かの石、おそらくフォルトニウム。レールの両端にフォルトニウム？それじゃあまるでガンバレル式の。まさかノーバパンドラの爆発にはもう一つ目的があったというわけだ。本番前のテストか。あれと同じことをアダムの涙で高純度のフォルトニウムで起こしたら横浜は壊滅する。ピースは全てはまった。怪盗Lを名乗る者はアダムの涙とフォーチュンリーフにある発電用フォルトニウム燃料を使い大規模爆発を起こし、横浜を消す気なんだ。行け、小林。ちょ、待ってよ。僕らだけに押し付けるわけ？手伝ってくれないの？譲り咲き寝ろ。え？自分で言っていただろう。フォルトニウムの情報はトップシークレット。 G4 がそのキーワードにたどり着いた途端、上からの命令で捜査は中止になった。え？それじゃあ、今ここでお前たちと会っているのはこの過密令の独断。バレればよくて解散、悪ければクビだ。それを承知であんたたちを呼び出し情報を与えたのよ。今私たちは市外混乱への対応を命令されちゃってるわけ。死刑どころか県警総動員でも手に負えていないんです。まあそういうこった。それにやはり怪盗の相手は探偵でないとな。過密、適材適所。頼んだぞ G4、 全員移動。了解。先生、シャーロック、心ちゃんたちが首を覚悟で教えてくれたこと無駄にするわけにはいきません。いや、しかし。行かなくちゃ。行こうよ。行きましょう。行くべきです。みんな。先生。小林。小林さん。教官。いいのか、このまま彼女たちを。でも時間がない。しまうなんて。みんなすまない、僕とエルとの因縁に巻き込んでしまって。けどせめてもの救いか。眠っているならこの状況に恐怖することもない。深く眠っているなら。深い眠りに落ちたものを目覚めさせるには深い愛を与えること。簡単なことです。そうだ、まだ可能性があるかもしれない。いや、ダメだ、間に合わなければ
彼女たちに絶望を与えるだけ。僕にはできます。あなたなら、私たちの挑戦に全て打ち勝ったあなたになら、必ず決して諦めないで。シャーロック、目を覚ましてくれ。みんなも。発射角度算出終了。ターゲットロックオン。え、あれ、ここはどこ。みんな、はい、考えている暇はない。よく聞くんだ。もうすぐフォルトニウムが大爆発を起こす。急いで表へ出て海に飛び込め。ええ、フォルトニウムが大爆発。そうだ、とにかく行くぞ。待って、ネロ、ここ反応炉。そうだよ。それじゃやっぱりアダムの涙で横浜は破壊されるんだね。ああ、そうだ。コーデリア、陸の石、え、早く出して。ええ、小林、これは反フォルトニウムだよ。なんだって。しかも高純度の結晶体なんだ。研究員の PDA を覗いたから間違いない。なら、アダムの涙。うん、なんとかならないかな。発射準備完了。60秒後に発射します。コーデリア、コンソールの中にエルが使ったものがある。触れずに探すんだ。はい。絶対に触っちゃダメだ。間違えると発射される。わかりました。あっと、これです。少し温かい。ネロ、アクセスだ。あの鉄格子を。はい。エルキュール、ハッチをこじ開けて。はい。シャーロック、コントロールを。はい。やった、阻止したぞ。横浜の壊滅を。やった。なんだかわけがわかりません。うん、でも最悪の事態は避けられたみたい。そういうことだね。発射まで残り30秒。何、え、止めたんじゃ。ネロ、頼む。わかった。ダメだ。どうして。物理的に断線してる。コントロールできないよ。なんだって。でここに書いてある。救助を待つしかなさそうだよ。痛い。こっちは3人だけど、あっちは2人。どうしてるんだか。あのシャーロック、もう大丈夫だと思うよ。シャーロック。
ああ、うん。ネロがトイズで脱出ポットを見つけてくれなかったら、私たち、きっと。あ、でも、ん？今は、嬉しいかも。先生。はい。いや、その、なんだ？小林、うん、あの教官、やっぱり考え直すようなことは。コーデリアさん、だってこんな教官がイギリスに行ってしまわれるなんて。ダメだよコーデリア、行き止めたりしないってみんなで決めたでしょ。でもだって、ああだけどもったいないよね。この街にいればみんな小林をチヤホヤしてくれるのに。だって街を救ったヒーローなんだからさ。いや、僕の力じゃない。最後の最後で僕は何もできなかった。街を救ったのは君たちのおかげだ。いやいや、それも違うって。 G4 や過密警視さんも、だからみんなのおかげ。うん、そうだね。そういえばさ、なんでショロをさっきからあんた思ってるわけ？それは。ちゃんと小林と話しなよ。これが最後なんだから。最後、先生と、最後、これ、先生と。あ、シャロは必死に泣くのを我慢してたのよ。それなのに。ちょっとエリー、あなたまで泣かないで。そんな、あなたまで泣いたら。ああ、結局みんな泣いちゃったよ。まったく。みんな、僕は帰ってくるよ。今度こそ本当の探偵になって。先生、僕はずっと逃げていたんだ。トイズを、力の一部をなくしたくらいで全てを否定されたように思い込んでいた。僕は探偵であることから逃げていた。小林さん、だから僕は本当の探偵になろうと思う。どんな困難にもくじけず、大切な人たちのために謎に立ち向かえる君たちみたいな探偵に。小林、だから僕はもう一度勉強し直す。そして今度こそ本当の探偵になれたら、必ず君たちのところに帰ってくる。教官、時間だ。じゃあ行くね。先生、あ、来た時に返してくださいね。小林、小林さん、教官、みんな、いってらっしゃい。行ってきます。